ましょう。はい、今回のゲストこの方です。いやー間に合った。いやーちょっと混んでたからさ、休日だからちょっとこう何油断してたけど、はい、少しこう道が詰まったからもうギリギリでもちょっと焦っちゃったけど、はい、いやー助かった。ごめんね遅くて。もう向こうもさ、はい、ほら結構ほらピリついてるから、はい、画面には出てないかもしれないけど、はい、結構裏ピリついてるから、はい、うん、なんか抜けるタイミングちょっと言い出しにくかったんだけど、そこはまあ今までの関係性で。うん、そう、マイムたっぷりでお送りされてますけど、うん、どなたですか、うん、名前、いやどなたですかってもう分かるでしょ。だってさっきまでもお茶の間もやってね、さっきまでお茶の間にいた彼ですよ。手の動きがすごいですね。それは動いちゃうよ。だってずっとあっちでやってるわけだから、ね、うん、テレビのサイズやってるからさ、ごめんなさいね。ただやっぱ手つけた方がやっぱ声に乗るから。間が怖いですか。電波に乗るからさ。いやいや、ちょっとすみません、え、何、自己紹介だけちょっとお願いします。あ、した方がいい、した方がいい、深川亮でよろしいでしょうか。ね、まあロケットマンっていう名前持ってますけどね。そうですね。まあ一応ね。ラブロのくすげんじゃねえか。俺ラブロのくすげん。これ何で外れてるっていうふうに、ね。あざみみずか予想通りで。誰のことだ。ラブロのくすげんに来ちゃった。ん？ハタヨークのことかな。そうですよね。誰のことだ。そういう意味ではないですもんね。うん。ねえ、いやいやごめんねなんかね。うん、ギリギリになっちゃって。はい。出てた？え？27時間テレビ。え、何が？27時間テレビ出てた？あ、もうここでもう、ここでもう下車しないといけないわ。この夢でした。もうここで下車しないといけないでしょ。わざと嫌いじゃなかったんですけど。あ、27時間ですか？まあ出てないっていうかもう、久しくお台場方面行ってないの。久しくレインボーブリッジは立ってないよ。ね、なんで今日来たのよ。いや、なんでってさ、いやいや、それさ、まあもちろんその何、こちらのスタッフから一応まあ依頼というかね、うん、そうありました。そんなことないでしょ。何が？深川君のマネージャーから強烈なプッシュがあったって聞いてるよ。いやいや、うちのマネージャープッシュするタイプじゃないから。いや、好きだよ、うんうん。たださ、僕も今回3回目かな。はい、今までさ、うん、まあ正直いい思い出一つもないのよ。だけど、はい、だけど、なんかこの番組に対するさ、抵抗が少しなくなってきてるんだよね。これ良くないと思う。そうだよ。良くないと思う。良くないよ。この街に馴染みつつある体が。汚れてることにね、なんかちょっとこう、慣れ始めている自分がちょっと怖いの。聞いて、ラジオネーム、チタスよ。はい。今日はただでさえ、27時間テレビの裏で誰も聞いてねえのに、ゲストが深川って、お前ガチで8人ぐらいしか聞かねえんじゃねえか。もう今さら、どうしようもないんで、うん、一応深川に質問します。うん。今日は番組からお願いされてきたんですか？うん。それともロケットマンのプロポーションで、ゴリ押しで、うん。いやいや、ゴリ押しとかそういうことじゃないからさ、うん、だってゴリ押しして来れる番組じゃないからね、言っても。いや、来れるよ。え？あ、来れるの？実は来れるらしい。激戦区じゃないの、ここ。うん、来れるらしいです。ねえ、ロケットマン？え？ロケットマンなの？いや、たまたま、うん、もうすぐ出るよ。たまたまね。うん。何出んの？うん？いやいや、あれはとか出るけど。あれ、あれは？うん。あれは売れたの？何は？アイスランドの本。まだ集計してない。数えてない。集計しないから。うん。自分で数えるわけじゃない。集計する必要ないでしょ。だってそんなさ、ちっちゃい男でいたくないから、ね、やっぱり。いや、でもほら、うん、売れると出版社から連絡来るもんでさ、うん、10万部突破しました、うん、20万部突破しましたよ、うん、つって、深川さん。それはもう、よこさないでって言ってるから。集計はもう、しばらくしないでって言ってるから。うん。やっぱそういうのでさ、はい、ほら、人生、ほら、なんていうの、ブレたくないじゃない。ねえ、まあ、そんなさ、そういうことで。自分のやりたいことを表現するってことが一番大事だからさ。確かに。深川君っていうのは表現者ですからね。そうそうそう。そういうことを大事にしたいから。うん。変にこう、数字にね。見てたの？何が？27時間テレビは。見てたよ。お笑い好きだもんな。好きだからね。やっぱうまいよね。うまいよねってかさ、すごいよね、タモリさんね。うまいよねじゃねえんだよ、タモリさん。いやいやいや。いやいやいや。いや、やっぱり僕だからタモリチルドレンですから。まあね、そうだよね。うん、どちらかというとタモリチルドレンですから、うん。そう。だって深川君ってさ、本当でも。いわばさ、ああいう大御所に好かれるのは好かれるよね。好かれるタイプですよ。だから僕、タモリさん家行って、カレー作ってもらったりとか、うん、結構何度もね、お伺いしてるタイプなんですよ。そうよ。ただ、新たには伺えなかったっていう、うん、まあ、だけであって。あと、内村さんにも、もう本当に、
息子のように可愛がってもらっててさ、まあ、うん、そうですね、まあ割とそういう、うん、はい、まあそれはちょっと、まあ、まあ画面上にはあまりね伝わってないかもしれない、実際はすごいですよ、うん、はい、よく気になれる方なんですね。そうですね。そんなのに27時間テレビのノータッチ、はい、まあそう裏とも通話あるからね、裏出てるから、裏もやりまくりですよ。やりまくりなの。もう裏ももう27時間中24時間も被っちゃってるからね、はい、裏で。そう、裏、うん、ブログとかもあるし。いや時間ない別にしても、いやいや、やっぱ今ブログもね結構ね、あの侮れないから、うん、やっぱ時間更新しちゃうと、そうそうそう、うん、やっぱそこね、やっぱり結構あのデリケートですね。でね、うん、こうやってほらお笑い好きでもあるし、はい、お笑い好きですしね、はい、うん、ありますけど、え、いやお笑いファンってわけじゃないよ、ね、まだ土俵上いるから、はい、僕まだ土俵上いるよ。いや、そうね、うん、芸能のこともほら、はい、当然詳しいから、うん、深くんぐらいになると、うん、はい、あの引退はまだしてないよ。うん、あの一応あの MX もちゃんと一応あの芸能界ですから、はい、MX やってるんです、そうやってんだよ、これからも近いですから、はい、ここら辺もしょっちゅううろうろしてますよ、もう MX の司会といえばもうほら、はい、逸見太郎さん、逸見さんの息子さん、逸見太郎さん、そうです、徳光さんの息子さん、そうですよ、で深川君でしょ、はい、そうですね、まあ他にもちょろちょろといらっしゃいますけど、うん、はい、やってますよ、 MX やった後みんな、はい、仕事なくなっていくよね、どの人、逸見さんとか徳光さんとか、いやいや、でもそれはそのね、パネラーの人なのか、マツコさんだとか、まあ、パネラーはそうだけど、うん、なんか MC の人はさ、この話したくない。この話したくない。じゃあいいじゃないですか。あのね、やっぱりね、心のどこかでね、その意識少しあるからね。あの人たちに正規吸われちゃうか。いつみさんの3年間でやつれ具合すごいじゃない。本当だよ。15年くらいやってたかなっていうね。そんな半端なやつれ方ですけど。ただこれね、あれなんでしょ、はい、東京で放送してないんでしょ、してない。MX の話一切伝わんないじゃん、これ。まあそうか。MX と東京のみだから。そうだね。5時に夢中。全然噛み合わないよ、これ。はい、だからね。うん、まあでもまあまあそうやって MC もやってるぐらいですから、うん、芸能界のことも詳しいということで、うん、まあまあね、まあ、ご意見番みたいなところありますから、多少そういうの出てきたよね、なんかね、やっぱり深川さんってやっぱ自分のご意見をすごく持ってらっしゃる方ですから、うん、割とね、うん、だから時折ね問題とかも起こしちゃいますけど、うん、よしくそこをまだあのまだ解決はしてないからね、うん、まあね、そういうご意見番的な人の宿命ですよ、それは、うん、まあね、ですから、まあリスクね、まあそういう深川さんにですね、うん、まあ、ちょっといろいろ意見を聞いてみたいということ で、ね、今日はね、でもせっかくだから、はい、普段言えないようなことを、はい、普段言えないようなことを全部言っちゃうかな、はい、おー、ね、そういう意味じゃ、はい、芸能ニュースとかを切ってみたりとか、うん、ちょっとその辺話したいんで、はい、ね、だって27時間でこっちを選んでくれてるわけでしょ、うん、そういう人はリップサービスの一つや二つしないと、ああこっち聞いてくれてるわけですよね、さすがですね、うん、ですからリスナーの皆さんですね、はい、ちょっと芸能界のご意見番深川さんにご意見、はい、ということでメールお待ちしております、はい、何でも結構でございます、はい、じゃあアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です、はい、携帯電話からも送れます、さあということでじゃあ、はい、いろいろとやっておりますけども、はい、早速、うん、いいですか、この1週間のニュースを有吉さんとゲストの深川亮さんにスッキリさせてもらいましょう、うん、最初のニュースはこれ、上半期1位はハリセンボン近藤春菜、2012年上半期タレント番組出演本数ランキングが発表されました。見事1位に輝いたのは318番組に出演したハリセンボンの近藤春菜さんでした、うん、2位はバナナマンの設楽統さん、うん、3位は加藤浩次さん、うん、平日前に放送される情報番組の司会者を抑えての1位となりました、うん、昨年の年間1位に輝いた我らが有吉弘行さんは今回4位、うん、同期で、2位です、去年2位だったビビリの奥さんは6位で、相変わらず、上位にランキングされています、うん、そして本日のゲスト、有吉さんとビビリ大木さんの同期、深川さんは、まだ集計まででしょこれもね、いや集計、みんな同時に集計してるんで、深川さんの集計してないってことはないと思うんですけど、うん、ちょっと待ってください、深川さんはね多分入ってないと思いますよ、10位には入ってないけど、はい、まあ18位が中居正広さんです、そうですね、あと劇団ひとりさんも18位で、じゃああれかな、25ぐらいになっちゃうかな、そうなるとね、はい、今手元に20位までしかないので、ちょっとそう
は分かんないんですけど。中川さんこれね、はい、やっぱだから大体同期のメンバーですよ。僕大きい、うん、劇団なんていうのは、ねうん、劇団がまあ だから大体18位ですよ、うんうん、まあ大きい6位、うん、僕4位、はい、まあまあ頑張ってますよみんな、うんうん、いやブラックパイナーさ、はい、これさ、はい、どこの話これ、はい、どこの調査や。いや一応モニターですよね、はい、ちゃんと正式に嘘とかはないでしょうから、うん、毎年これで大体話題になるんですから、はい、いやいやまあね、あの有吉くんなんかも昨年1位、うん、ね、うん、いやいやそういうのはさ、はい、別にすごいいいと思うけどさ、はい、その何そのテレそう感極まっちゃった言葉が出てこない感極まっちゃったあのさ、はい、やっぱりこう尺度が古いよね。尺度が何だ何だ他の集計の仕方がある。いや申し訳ないけどさ、はい、尺度が古い。いや俺そう言いたくどう古いんだって聞いてんだよ。そのスポットライト当てる場所が、はい、もう Now じゃないよね。いや Now じゃないけどテレビ番組出演本数ランキング、はい、次の記事いけないの次の記事っていうかそこに関しての意見があるんじゃないかって次のニュースいけないんだよ。話したくないことが多すぎますよ一回ブレイクしようこれ。さあということで深川さんにねちょっといろいろお話聞いておりますけど、うん、どうですかこの番組。いや今ので言うとさ、はい、いやさっきちょっとね、はい、あのまあちょっと時間のこと気にして、はい、あの先 CM 行った方がいいなと思ったから、うん、ちょっと濁したけどさすがですね。そういうのまで考えてもらってすいません。いや結局さそのテレビの出演回数っていう尺度だけじゃないわけよ、うん、やっぱり、はい、いやそれも一つの尺度よ、うん、だけどそれをそのなんていうのかなその、まあ、時代、うん、時代を映す鏡だと、うん、捉えるのはね、ちょっとやっぱり僕はねちょっと引っかかるところがあるんですよ。どうしろだから今テレビの画面に映るかどうかよりもですよ、その三茶に登場する回数とかね、その三茶の街に登場する例えばよ三軒茶屋例えば例えばがつまんなすぎるぞえ、よしく面白い例え出すじゃん分かろうよしくちょっとお前例えこのスタジオオブラートなかったっけオブラートなかったっけそうだオブラートないスタジオだった住んでるけどあまりにもひどいから、いや三茶に現れる回数いや例えばよその方がその時代を表してるって可能性もあるからね。テレビ番組出演本数ランキングをやってんだから、うんうん、ただどっちにしても三千にも現れてないからねどっちにしてもね。あそれでもランキングには入ってないんですね、うんうんうん、どうなんだってね、これみんな頑張ってるんじゃない。いやいやそれはこれですごいよ、うん、これはこれで、うんうん、ね、だから上田さんなんかよりも有吉の方がさ、うん、全然出てるわけでしょ。そうね、そうですね、弱いですからね、そうで言うとね、うん、はい、どうなんだよ、やっぱこれやっぱ1位とかこういう上位だと嬉しいの。いやだからね、去年これが出た時にね、うん、1年間のランキング出た時に言ったんだけど、うん、1位とかにはならない方がいいなっつってたの。あ、下手にね、イメージついちゃうから、うん、だから OK2 位だったのよ、うん、やっぱ OK うまいことやるなっていう話をしてたんだよ、うん、でもそれさ、うん、例えばそれコントロールできる。いやそう、できないのよ。できないでしょ、うん、できないんだけど、うん、やっぱ1位とかになるほど働いてちゃやっぱおじさんたちはダメだなっつって、うん、あ、そうちょっと恥ずかしいじゃん。あ、そう、うん、うん、でもいいんじゃない、そういう時期を通過してのうん、うん、いや お前そういう時期通過したみたいないやいやもう通過したよ今選んで2、3回通過したよ2、3回も通過した、うん、2、3回通過してこういうデータがほらまだネットのない時代だったからああこの調査があんまりこう表沙汰にならない時代、まあうんうん、ネットとかじゃない時代に2、3回通過したからねネットのない時代に2、3回通過したからね、うん、2、3回笑っちゃいましたね。じゃあまあこういうのはちょっと尺度が古いっていうことですね。うん、そうね、うん、まあ羨ましいっていうのは少しあるけどね、うんうん、ボロッと出ちゃいましたね、うん、それを聞きたかったんですついに出ましたねあとねメールも来てますよ。おそう、FM さん島根の情報系、ね、深川さんこんばんは。こんばんは。8月8日に発売する CD とても楽しみにしてます。おらおらおら。ところでその中に入っているトリンドルさんとはセックスしたんですか。そうね、そうだ、やっぱりプロデューサーとやっぱりそのフィーチャリングのアーティストってやっぱりそういうのをやっぱり通過しないとダメだから元に出ちゃうから。いやいやいや、うん、いやいやいや、やっぱある程度そういうのやんないと。ダメるぞって。ダメるぞって。セリーではない。
それなりに通過してるんですよ、ね、やっぱそういうのやっとかないと、そうもね、セックスばっかりしやがら、そうやっぱ共同作業だからね、やっぱり、ほんとね、そこら辺はもちろんです土壌みたいなセックスしやがら、物足りないんじゃない、土壌みたいなの全然わかんないよね、まあそこら辺はもうやっぱり、まあ、あんま言えないけど、曲行く曲、はい、じゃあ曲、ここで行くの、はい、ご紹介して、はい、はい、これはね、そのポリンドルさんじゃないんだけど、なんかあの、うん、バーバラさん、エルフローの、うん、はい、にラップしてもらいました、うん、ロケットマンフィーチャリングバーバラで恋ロマンティック、さあということで今回深川亮さんがね、ゲストに来てくださっております、はい、曲今拝見あの拝聴しましたけども、はい、すごいですね、あそうですか、バーバーさんバーバーさんがその散髪屋の人でしょ、散髪屋の人がこんないい曲作るんだ、ね、俺の耳に今バーバーって聞こえてる、バーバー床屋さんの床、うん、屋さんでしょ、聞こえてると思うんですけど、バーバーって言ってるもしかして、はい言ってます、いや吉君言ってますよ、少し怒るよ。いやいやいや、バーバラさんじゃないでしょ。ちゃんと読んでよ。あ、うん。バーバラさん。え、バーバ、カンバラさん。え？ヘキサゴンのプロデューサー、カンバラ。ヘキサゴンのプロデューサーとならないでしょ。ねえ。そんなハマんなかったんだからさ。頑張ったけど全然ハマんなかったんだからさ。ねえ。カンバラさん全然ハマんなかったんだ。知らねえよ、それ。ね、本当にバーバルさんですよ、バーバルフローですからね、これなかなかできないんですから、はい、お風呂、はい、お風呂のそうお風呂のバーバル、そうお風呂のその元々バンダイさんだったのね、でバンダイでなんかその女男よっていうのラップこれいや切れてね、切れてるね、いいでしょ、うん、ずっとお台場でやってきたからまだ体が温まってるからね、ファイナーさ、はい、あれだよね、はい、俺が僕が喋ってる時さ、はい、あんま楽しそうな顔しないよね、いや、そうないよ、いや、ファイナーすげえ、俺の教育だよ、え俺の教育で太田プロの若手は、うん、あの鍋プロの芸人で笑うなっていう教育してないよ、ね、やめてくれ、ね、もっとさ、その何同盟関係でいようよ、ね、ここでいがみ合ってどうする、しょうがないよね、うんはい、でもなんかすごいね、ラップですかこれ、そうですね、まあバーバラさんのねラップが乗りまして、うん、まあ一応トラックの方はですね僕は作って、トラックを作ってんの、そうですよ、え、はい、あ知らなかった、ずっとトラック作ってましたよ、日野ダイハツ、ね、日野ダイハツでもなくね、一応そのビクター、こらそのトラックじゃない、全然違う、え、ちょ最後ビクター、全然違うよ、ちょっと待って、全然違うよ、さっきともう一回プレイバックしてもいいぐらいですさっきのと検証してください、全く違う、着地点がたまたまコラだったけど、はい、全然アプローチが違う、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 全然違う、これでもさ、これはさ、フューチャリングバーバルっていうことはさ、はい、どう一緒に作ってんの、え、そ、あの今回、うん、あのまあバーバラさん、まあある意味憧れの存在ですよ、で今までスタジオバーバラさんたまにあのテレビ出るじゃん、でそういう楽屋で、あれ、変なサングラス、変だって言わないでくれる、うん、ね、でこうまあなんとなく楽屋でじゃあ今度何かやりましょうとか、うで、はい、イベントに出てもらったりとか、はい、そういうのがあって、でなかなかさ社交辞令で終わりがちじゃないですか、でそれは嫌だったので、僕はとにかく作って、バーバラさんこれにあのラップを乗せてくださいと、お、そうなんだ、そうでラップをあの作ってくれた、あ、じゃあ基本は深くんがじゃあ作ってんのね、ええ、そうです、それにバーバルが、バーバルさんね、うん、バーバルが、うん、ラップをしてくれたということで、今ね先行配信で、これ8月8日初アルバムがリリースされるんだけど、はい、その恋ロマンティックってアルバム、うん、その先行配信で今 iTunes とかで、ダウンロードできるので、ぜひともねダウンロードしてほしいわけですよ、違法ダウンロード、違法じゃないけどね、違法を進めるってどういうやつ違法ダウンロードして、違法ダウンロード、今結構さやめてくださいよ、正式なこと言ってください、正式にやってんのね、今タイミング結構危ないタイミングなんだからさ、やめてよ、正式にやってますよね、正式だよ、正式ね、違法の勧めしなくて何でもマネージャーついてくる、違法ダウンロードのプロモーションでマネージャーおかしい、来てます来てます、ほら FM 山口バリッチョ、なんだなんだね、俺のトリンドルに手を出しただと、ほら、OK、お前の部屋のクローゼットでヌンチャクを持って待ってますそれが嫌ならな M フローバーバルのグラサン勝ち割ってこい
悪くなったね。だからさらになんか価値悪くなったね、なんかね。ね、あ、そう。いやなんかより治安悪くなった感じがしたね。うん。治安悪くなっちゃったね。いやでもなんかでもこれ正直言うと今の曲とか聞いて、深川くんがやってると思えないよね。やっぱプロの仕事の感じはするよ本当に。まあまあでもね、ロケットマンっていう、まあ、名前変えてるぐらいですから、うん、やっぱりちょっとお笑いとは別のそのなんていうのかな、うん、そう不器用だからさ、うん、そうだからあのほらお笑いの人が、まあ、内村さんでも、うんうん、例えばグラサンかけるだとか、うんうん、カツラ かぶるだとか、うんうん、そういう意味合いだからねやっぱり、うん、いや意味合いよくわかんないけど、おい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 、たとえよくわかんないにしてもね、たとえわかんないにしてもわかる風にさ、さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。はい、ブラックパイの安田の猪太郎と、はい、というわけでゲストはですね、はい、はい、インチキミュージシャン違法ダウンロードを推奨しております深川亮さん。そうですね、みんなね、やるならね捕まんないでね。やめなさい、やめなさいよ、ゲストやったらダメですか。じゃあ下車しましょうね。さあ、はい、ちょっとねいろいろと芸能界のご意見番深川さんにニュースを、ね、はい、切っていただいております。そう、ね、続いてのニュース参りましょう。はい、続いてはこのニュースです。フジテレビ平井アナ結婚。フジテレビの平井理央アナウンサーが同局のバラエティ番組担当のディレクターと結婚したことを発表しました、うん、平井アナは9月末に退社してフリーで活動していく予定だそうです、うん、そういえば有吉さんと相思相愛だったタレントの熊田曜子さんがかねて交際していた一般男性と4月に結婚していたことが分かりました、うん、現在妊娠6ヶ月です。有吉さんはショックなんですかと。はい、まあそれはちょっとまとめて置いといて、はい、深川さんどうですか、平井さん、ね、結婚ですよ。あのね、一番好きだったかもしれない。ああそう、一番好きだったってことを改めてちょっと気づいたね、うん、この結婚で、うん、あのね、それはなんていうのかな、その仕事上の、うん、この人ちょっと S 気あるじゃない、うん、で仕事上の絡みでも一番心地よくしてくれる、うん、気持ちよくしてくれる人だったし、うん、普通に会話してても、うん、そのビジュアルとしても非常に僕の中で悪くないなっていうところがあったかな、うん、あんま絡んだことなんてねえだろ。いやいや何嘘っぴやしたあれやし嘘かもしれない。でもさ17、18年やってるよ、やってるのよ、うん、ねえ、いやないにしてもさ、ないにしてもさ、ない、いやある風にないんですか。いやないよ。え、何ですか。うん、え、じゃあ普通に嘘ついてたんですか今。いやでもそれ大体分かるじゃない。多分絡んだらこういう感じだろうなって大体分かるもんなの。17、18年やってると、はい、絡んでもない、うん、なくても大体分かるんだよ。なくても、うん、ひどいな。うん、だそういうんじゃ残念だよね、はい、結婚っていうのは。まあ残念というか、はい、本当は祝福しなきゃいけないんだけど、はい、僕のその良きパートナーを失ってしまったなって。何もしねえだろお前ね。いやでもこれまあなんかまあまあいいよね。でも変に IT 社長とかよりさ、わかるわかる、なんか、うん、あれどこで出会うんだろうね。ね、パーティーがあるんだよ、うん、秘密のパーティーがあればね、うん、社長、その社長さんとのそのパーティー、うん、社長たちがいっぱい集まるのかな。そうだよ、そうなんだね、うん、そういう連絡がね来ないよね、そういうのね全然来ないよ、そりゃね、不思議だよね。深川君ってさ、うん、誰、有名人で言うとさ誰好きなの、うん、いや僕結構ねなんかこう間口が広いというか、うん、あの若い頃って結構さなんか高望みしちゃうじゃない、はい、うんうん、今とかもうほんと長澤まさみさんぐらいで全然大丈夫って。全然つまんないんですけど、オブラートちょうだい。スタッフオブラート、スタッフオブラート疲れてるからね。スタッフさんこういう言葉使わない子だったのよ、ね、こういう言葉を使うとなんだかんだで芸人さん傷つくっていうのは一番下のタイプだから、こういう言葉使わない子なのに使うってことで相当疲れてるから、レッドブル持ってきて、レッドブル有吉くん、レッドブル飲まさないとダメだよ。あ、そう、うん、長澤さん好き、まあ好きか、まあ そこら辺ね、綾瀬はるかさんとか、そうね、うん、あそこら辺はね、結婚じゃないの、いい加減。いやだからさ、え、でもできないでしょ。いや、お互いさん、まあ、お互いそうだけど、うん、いやでも深くね、家こもって音楽作ってんだったらさ、うん、いいじゃん、もう結婚しても。あのね、孤独と結婚しちゃったんだよ。
ここで CM じゃないの。面白い。ここで CM 行かないの。おスタッフここで CM でしょうか。もういつ行くのよ、ここで CM 行かないでさ。あと8分ある。8分、あと8分なんもねえよ、なんもねえよ、あと8分。え本当に、もう一回声ロマンティック聞こえよじゃん。そう、いや本当でもそれを面倒くさくなってる。いやそこまでいかないけど、うん、なんかそのほら僕その何アイスランドとか行ったりする、そう、そういうのは好きだから。そうか、奥さんいるとちょっとね、また、うん、それがだから42、3とか45とかでいいかなっていうようなのがある。あ、うん、そうそうそう。でも45になった深川くんはもう MX もやめててさ、うん、横浜であれだぜ、うん、お父さんのお母さんの年金で暮らしてんだぜ、うん、そうだね、うん、だからそうなるともうなんもうホームセンターとかさたまにフラットさ行ってさ、うん、でちょっとなんか家具かなんかこう自分で作って、うん、ほら全然だってノリツッコミのいろはをね検証してみて、あとで登録聞いてみ、本当全然違うから3回やりましたけど全部違うし、たまたま言葉は俺のところに来たけど、シャウも同じぐらいので全然違うから。わりわり、あ、やっぱりちゃんと来てる。FM 見えパンプキンパイパン、うん、おい鍋プロのお荷物深は27時間テレビ撤収やってるからさっさと CX 行け。うん、うんって、いや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 別に行くって言うんじゃない今の、うん、ああそういうことねって、こういうこと、うん、ちょっとさ前もちょっとそういうこと言ったかもしれないけど、うん、一応連絡先だけちょっとダメだよそれ、個人情報ですから。見えつつだよね、個人情報ですからダメですよ、見に探しに帰ります。一応さ、はい、アドレスだけさ、あともう一個これありますね、うん、山野さんも、あ、イノシタロちゃんも聞いてね、はい、FM 群馬黒羊、うん、おい深川、イノシシ太郎の貴重な仕事を邪魔するんじゃねえよ。おい巨人、はい、こいつ深は悪い人間だ、食ってしまえ。二度とこのラジオに来られたように巨人族総出で奴を懲らしめろ。お前は、え、悪い奴なのか。あれなんだ、ちょっとなんか深はくせえな。おいおい、お前深はか。おい、え、食い殺すぞお前。なんだお前、習ってないよ。え、習ってない、習ってないじゃないんだよ。全部教えてもらえると思うなよ。いきなり始まんだよこの野郎。いや、びっくりしても終わらないぞ。びっくりして顔しキョロキョロしても全員目そらすよそんなの。かほらやばいぞ、俺食べれるぞ、食べるぞ。吐き出してやれ巨人、吐き出してやれ。ピン、何これ何これ、あれしく、あれ体おかしくなっちゃう、体おかしくなっちゃう。まさかね、え、ラジオ中に出られるってことは、ね、助かった、普通ないですもんね。いや危なかったよ、聞いてないですもん、食べられちゃうなんてないですか、危なかった。放送事故だよねこれね、ジャンルとしては放送事故だよね。ジャンル、ね、ジャンルですね。あー、びっくりした、あぶな、危な。どうする、ニュースっていいんだっけ。ニュース行こう、はい、じゃあ続いてはこのニュースです。今週の AKB48、 8月15日に発売する4枚目のアルバムのタイトルが1830メートルに決まったことが発表されました。1830メートルとは秋葉原から東京ドームまでの距離、8月24、25、26日、2005年の結成からの夢を実現させて東京ドームので初のコンサートを行います。8月27日に AKB48 を卒業する前田敦子さんが福岡マリンメッセでグループとして最後の握手会を行いました。総合プロデューサーの秋元康さんが海外留学制度を設けることを発表しました。インドネシアの JKT48、
上海の SMH48、 台湾の TPE48 など姉妹グループへ希望者を対象に半年から1年ほどの留学を予定しているそうです。うん、今台北もあんの？台北あんの、うん、TPE だって。上海なんだよね。これ深谷君同じさ、これアーティストとしてさ、うん、これすごいわけじゃん、セールスが。そうね、 AKB って、うんうんうん、どうなの、やっぱライバル心みたいなのあるの？まあライバル心っていうか、うん、まあ向こうは少しあるみたいね。お前つまんねえな。聞こえなかったか、お前つまんねえな。出口どっちだっけ。出口まだ終わってないんだよ、出口に合わせる。僕の場で来てるけど、はい、タクシーみたいに帰ろうかなって。なんか事故起こしそうな気がするけど。今日タクシーでも大丈夫そうな気がするな。お前毎回毎回くだらないこと言いに来るな、本当に。サンタゲストだよ。いやでもさ、いやなんだかんだ、はい、いやいろんな感情あるけど、うん、いやまあここまで本当に巻き込むのはすごいよ、ね、いやすごいよ、うん、本当にこんなになると思わなかったもんね。おい、太田プロ何人いるの？太田プロ 5,6 人じゃない？ 5,6 人いるよね。うちも何人かいるわけですよ。いる、うん、ユキリンとかね。誰推してんの？え、自分的に、うん、誰だろう。カッコつけんなよ。え、カッコつけんなよ、お前投票してんだろ。ちょっと待って、今のさ、数秒間でどこにカッコつけるくだりあった？今のところだ。うーんって、本当は投票してんだろ、だって投票。投票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 なんてしてない。マヤンバフリして。え、本当はいるんですよね。うん、誰が、誰言う、誰推してんの？言ってくださいよ。板野さんね。いや誰か投票するなら板野さん。意外だって。あ、そう、僕ブレイクする前から僕板野さんは気にはしてた。うん、ね、ブレイクする前からとか言うなよ、余計だなお前。嘘だろ、最近だろお前。最近、全然最近だったの。もう結成当初からです。うん、そう、はい、うん、やんないの？行ったら、これ海外留学制度行ったらっていうのは。深川さんが行ったらって言ったの、うん、ってらっしゃると思うんですけど、台北か上海か、はい、え、確認だけど男子校あんのか。この留学男子校あんの。いや知らないけど、秋元さんお願いしてみたら。あ、でも今ちょっとヒント与えちゃったかもしれないね。何が？え、このなんとか48って基本女子じゃない、うん、これついにこれ男性バージョン出てくるね。あ、これヒント与えちゃったかもしれないね。いや本当に、はい、こんだけブレイクしてて今誰もこの発想なかったでしょ。いや、あるだろう、うん、え、あるある、あるね。いやでもね、ちょっと今なんか歴史が動いた感じするね。歴史が今動きました。あ、歴史が動いた。最初に出てくるアイデアが最初に出てくる。そう、こんなだけないから男でやってみ。ああ、うん、まあ、秋元さんにすり寄らないの？お前全然 CD 売れてねえんだから。ちょっとさ、ファイナーさん、ファイナーじゃない、ちょっと三日さん、ちょっとメイン司会 のマイク絞ってみてもらえますか。メインの、うん、メインの音量絞るってないでしょ。それこそバーバルさんとかよりも、うん、秋元さんに頭下げて土下座してさ、口舐めてくれやさ、うん、多少は売れてくれ、売れるんじゃないのか。あのね、AKB の曲の1曲ぐらい。めっちゃあるけどね、うん、あのね、うん、売れる売れないとか、うん、売れるために、うん、どうこうとか、うん、自分を見失ってまで、うん、売れたいだなんて、うん、少ししか思わないよ。うん。ね、うん。ちょっと待って、やり直していい？待って、待って、待って。Say night, dreamer. Live on air. さあ、リオシュリックサンデーナイトドリーム、もう1時間経過。もうっていうか、でも今日は長いね、なんかね。いや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 。いやいや、ひっくり返すことないでしょ。ねえ、最初のやつが素直なコメントでしょ。ねえ、最初のやつが。さあ、お母さん来てくださっておりますけどね。ね、来ております。うん、ラジオネーム Y ショック。深川、お前とバボちゃんの曲ダウンロードするな。だってバボちゃんのラップ聞いてみたいもん。あといろんな人に聞いてもらいたいから、ハッカー集団アノニマスに頼んで全世界のパソコンで勝手に再生されるようにしてもらうね。バイバイ。何かあったの、この、この出てない間に。随分なんかね、こう黒みが増したよね。黒みが。FM 特集のメンちゃんじゃないから、ね。メンちゃん。深川さん、はい、有吉さんはつまんないとか言いますが、超面白いですよ。あんまり笑わせないでください。お腹が痛くなっちゃいますよ。ゲスナーのみんな、このまま負荷を褒め続けろ。
そうすればこいつはこのままノーノーと何の改善もないまま芸能界にいてあっという間に淘汰されていく。でシュレッダーってどこにあるの？シュレッダーとかどっかあるの？シュレッダー限りは気に済むのか。うん、だいぶね、良かったね、だいぶ安定はするからね。もちろん安定はするから。うん、ということで大人気の深さ。そうね、なんだかんだね、やっぱ気になっちゃうんだろうね。まあだから CD が8月8日でしたっけ？ 8 月8日アルバムで、まあちょっと先行配信でいろいろやってるので、ちょっとまあいろいろ iTunes とかね、見てほしいなと思うわけですよ。深川亮で調べればホームページとか出てきたりとかするんですか？出てきますね。ハッピーノートっていう、まあ、ホームページもあるし、うん、まあもろもろやってますんでね。炎上炎上で閉鎖気味じゃないですか？炎上はしてないです。あ、大丈夫ですか？うん、大丈夫です。はい、じゃあ見れますね。見れますね、はい。じゃあ深川さんのホームページとか見てくれれば。そうですね。はい、ね、はい。あとはもう、深川さん、この後はもうお忙しいですか？いや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 。大丈夫ですか？何の9時台。9時台。9時台？はい。いや、だってこの番組9時台からでしょ？ねえ、油乗るの。ありがたいですね。ねえ、お母さん帰ってくれれば油乗るんですけど。いや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 、27時間が9時に終わるんだから、その後でしょ、流れで来るのは。そうですね。ねえ。そうですね。はい。じゃあ、お母さん、この後も多分お付き合いしてくれます。大丈夫ですよね。何これ。確認されると不安になるでしょ。なんで確認すんのみんなで。ね、大丈夫ですか？いや、大丈夫ですかって言わないで。どっちなのこれ。ということで、一部の地域の方、この時間でお別れでございます。深川さんの CD、8月8日発売でございます。はい、また来週も聞いてください。お相手は有吉弘行と、ブラックパイナー SOS、イノシシ太郎でした。そしてゲスト、深川さんでした。はい。